お気に、西成五次律ごめんとみんなありがとうね大木にありがとうああもう今日も遅いでな俺今ちょうど11時夜のこ仏な23時表示24時間表示でけへんかなどののようないなごめんならおまあ さっきはちょっとしょうもない動画なって思ったけど、申し訳ないな、ほんまあの、ちょっとやっぱり先にな、ね、あの、いろいろ道具とか用意したんや、さっきのは。これ今の時間、24時間表示ができへんから、何を見えるかな、見えんか。11時ちょっとね、過ぎたかな。 あ、そういうことでな、あのー、うん、あしももともと関西人や、もともともうねっからの、大阪人やん中への、よいしょ、あまりもおもろいこと言おう,言おうって、意識せへんほうが、もう普通におもろしゃ、もう普通にしゃべっとったほうがおもろやろ、と思うねんか。 よ、関東の人にはな、普通に喋っててもなんか怒ってんのとかって言われるけど、別に怒ってへんしな。あのー、ま、あ、思い出話になってまうんやけど、羽田のな、第四滑走路の工事あってんが、今度、中部空港もまた増設やるみたいやな、あの、全国からダンプ集まってきよんねんけどな、公設、公共工事は。全国からダンプやも灰炎のように集まってきよんねんけどな。 まあしらも早いなみたいに言っとったやん羽田のな、東京の、羽田の第4滑走路。この話前もしたやんけどな。あのー、あれや。もう全国から来とったわ、やっぱり。もう、北海道ナンバーもあったしな。沖縄ナンバーもあったしな。あ沖縄ナンバーのやつはな、 ああ、おくなっちゃったけど、まあ、釣れあって、釣れや、釣れやからな。釣れ、連れになったんやけどな。うん。今、どんな人のかわからんけどな。沖縄帰ったんとかおるし岡、岡山のな、岡本さん言うて、あの人もな、おったな。まあ、あの、最近はエルゲート言うて、まあ、説明しなあかんからな。あれやけど。まあ、エルゲート言うてな。 普通のダンプカーはな、んないうのもう、これでしょうか。これ、ダンプカー、こっち頭、な、ダンプこう上がるやろな、これ後ろの蓋、こうか、後ろの蓋、普通にこう、ダンプバーって、バーって上がっていったら、こう、蓋がこういう風に開いて、ね、こう、土バーっと、こう、こう、あ、え、こうか、こう上がっていったら、このケツの蓋がやな、 これ荷台でふもうややこしいからやめるわもうまあもうどけんやらんいって分かってるやろもうもう、邪悪たいしゃくたれへんなってもあ、いな何しちゃ分かっる,分か,る分かれへんなっておいんじゃあ結局ね分かれへん動画になってあなほらおいんほんまネタネタもう最初からもう用意しといてやな で、これ知ってるシリーズやろう思ったら、もろない動画になってまうしやな。あかんねんな、うん。な、なんだに、ね、話そうか。うそれすらわからんなってまうの。ああ、何でもええけど、何の話してほしい。言うたって、あの、宗教の話は、さっき言うた事情でな、あの、勘弁して。 ほんで、えー、コメントな。そうそう。湯沸いたさん、こんばんは。あお宅も関西でっか。あ関西よろしいのな。関西ええよな、ほんまな。明日は関西って。あまあ、関西は関西でも、大阪、ど真ん中やからな。まあ、出身は京都寄りやけどな。 ああ京都京都か京都の金閣かなうん世遊びに行ったわあしら小学校のな担任の先生の話をかうんだら小学校のなと2年の時の担任がなあーおったんやや,やけどの女の先生やってなほんで3級 <laughs> でやな代理の先生きあったんや もう、もう、実名出してもドライブないとは思うねんけどな。悪い話じゃないから。宮島先生よね。小学校2年生の時にな。えっと、担任の先生の名前忘れてもたわ。肝心な担任の先生の名前は。お <laughs> 宮島先生よね。あの、産休で代理にきあった先生が。ほんで、まあ、あし、親父前も言うたようにな。あの、バクとは言ったあれ。で、 そ宮島先生が好きが趣味や言うて親父も好き結構趣味でやっとったからプロ並みやんうちの親父ももうじじイやけどなあのこんな動画作ってみました言うて犬やら何やら出てくる中に車椅子乗ってうちの愛抱っこして乗る,るやろあれうちの親父やんやけどな今とただのクソじじイになっとるけどなだけど その宮島先生ともうややこしなったらあかんからな宮島先生とで今度わしが6年の時やったあのー、藤田先生のねこれ女の先生やなとな、えー、5年6年持ち上がりやったんやったかなあやちょっと5年の頃からなあのー、タバコ吸うてほんまに悪い方向走ったからな 五年の時ってあんまし、憶になかいいんやなぁ。六年の時と五年の時の何、何記憶がこう、入り見ざってもるから、確か五年六年で持ち上がりやったと思うねんけど、尺大丈夫か尺まだ大丈夫やのああ。なんか、なんかあれやな。山根先輩が、俺に向いてなんか、したみたいやな。うん。 ああ忘れうちに話しながらの。はあ、<laughs> ほんでな、その先生、藤田先生な、6年の担任、5年、6年やったと思うねんけど、6年の担任は藤田先生やった覚えてんねん。ほんで、まあ結婚しはったんな。あのね、結婚して、あまあわしはせやから2年の時は代理の先生の担任やった 俺が担任ちゃうで。藤田、えー、宮島先生が。ほんで、藤田先生言うのが女の先生で、5年6年のわしの担任の先生やった。ほんで、これ結婚しとったんやけど。ほんで、まあ、両方とも、な両方で、両先生からしたらわしは担任してもろったわけやんか。そんなんこんなんで、よう、学校出てな、 で、中学入ってからぐらいに、やな。ああ、もう足あんまり悪いからよ。でも家来られてやない。で、先生の家来いっちゅうてよ。お前はもうちょっと勉強せなな。あかんから、言うて。もう悪いことばっかりするからな。お前のこけたんはな。悪り算やんて分かっとるか。悪り算でこけたん分かっとるか。 でわしの家、来い泊りがけで来いとまあ、言うたらまあ、えー、あしがもうそれ以上死んなつうたりやな、おかしなことせんようにやな、まあ、見守ったろっちゅう優しい親心から言うてくれたんやろ。ほんでは、その先生んとこ行って、しゃあないやんか、あじも、ななな、いがっても劣るし、ずっとそんなん中学入ってからも、小学校卒業してからもやな。 中学いって、あんちゃんやっとったけど、うまく、あ、備えして、まあ、家まで来て、なあ、おいで、おいでと、言うてくれとるから、行って、ほんで、因数分解ってみんな覚えてるかな、今学生さんの人とかやったら、やってるやるし、なあ、もう、この、うん、我々と、年ぐらいになってしてたら、もう、そういう言葉すら忘れた人もいてはると思うねんけど、うん、因数分解を、に特化して教えてもろうたんや。 だからな、あこれ不思議なもんでな、X イコール何々とか、X 二乗かける Y かける何やらかんやら、で、答え求める因数分解。うん。これだけはな、あしあ、アホやけどな、未だにできんねありがたいな。ちゅう話でええか思い出話、えー。あんまりおもろなかったな、これもな。何のオチもないしな。 もう変にオチ考えたらさ、もうおもろのって、もうそっちばっかり、オチの方ばっかり気になってもうておもろも喋られへんし、まあおもろいかおもろないかはな、な、どうでもかまへんけど、まあ大阪弁で喋ってんの,のは、ええー、言うの、よかったら、ああ、の、長いこと付き合うてください、これからも。よろしゅう頼ますわ。おねえは、あの、ね。 この動画初めて見られる方よかったらこんなことしか喋ってへんけどなあの兄弟でやってまんねんわ西成わし西成功児今ねほんでもう一人あの双子の兄ちゃんおんねんけど川原康児言うてなあやってまんねんわほんでこれわしんで同じ名前つけんねんやずっと思っとったんやけどなこれは前の動画でも言うとんやけど、うん、親がもう親も間違うぐらいそっくりや。 らしいわ俺本人からしたら全然ちゃうんやけどなこう俺から兄ちゃん見ても全然俺と違うし兄ちゃんから俺見ても全然違うんやけど人様から見てはあのー、そっくりらしいわほんで親も怒,怒るとき褒めるときは間違えたらいかんいうことやな同じ名前つけおったらしいわああこれはなあの前からいてあるリスナーさんには リスナーさんっていうのが正しいんかな。もうチャンネル登録者様っていうのはし、言いにくいからな。リスナーさんにしといて、まあほんまリスナーって言ったら聞くやから、リス、リスニングの聞くやから、うん、まだちゃうんやろうけどな。まあもう、どない運やろうな。視聴者さんっていうのがやっぱり楽し、正しいんかな、うん。だから視聴者さん、無理して頑張るわ。視聴者さん、なんね、視聴者さん、 でその後何が言いたかったか忘れたわ <laughs>。何が言いたかったか。そう、肝心なとこ忘れるよまあ、肝心して。えらいこちゃんは1 2人もダラダラ喋ってもらうだ。大きに。ほんあなた、もう今日はこれ以上出さへんで。どうかな。みんな明日仕事やろ。な。女んな、ダラダラ喋ってんの聞いててもおもろないやろ。ちょっと一回おろすわ手だるいから。な。もう最後やから、もう、サービスしとくわ。 何がサービスか分からん。サービスしてもうてんのかも分からんけど、もうちょっと喋ろうか。時間ギリギリまで。なあ、15分ギリギリ。まあ、もうちょっと超えても喋れるようになってんだよ。ほら。グーグルさん許してくれや。なんでか知らんけど。最初の頃はあかんかったやんや。15分30秒ぐらいになったら、もう、パスワードがいるとかなんとか言うて送ってきとったけど。最近18秒ぐらいの答えが気づいたら出しとった。ほい,いでも何も文句言われんとか通ったから。 大丈夫やろ。うん。こんな感じやわ。あ、なんで、うん。あのー、みんな明日仕事やからな。ああよねえや。一生ない動画いつまでも見とったってしゃあないで。何の勉強にもなれへんで。うん。関西弁すっきゃ言う人はな、あのー、付き合ってもらったらええし。ああちうん。中国ってさ、チャンネル登録だけ外さんとってね。<laughs> 西成工事と河原工事のお客様ですよ。お前は遠慮なしにな、あのー、メール、うん、送れよもう。ちょくちょくあれしてるからチェックしてるからあのメアド宿知られんのが嫌とか言う人はなあれやろうけどしゃないやろうけど。 あ,あ,あのー、あんなしょうもないもんでよかったら、あの、プレゼントするし、あ,あまあ、もうたるわ、っていう気持ちのある人、うん、目でも、なあ、あれしてあ、もうそれ以外に使わへんから、連絡用にしか使わへんから、なあ。あ、ほんならもうこの辺にしとこうか、お互いしんどいもんな、あ,あちゅうことで、あ,あこの動画でめぐりおたがた、よかった、こんなこともやってまんねんわああ、チャンネル登録、 よろしくお願いしますわ。んで、リスナーさん、絶対チャンネル登録、外さんとってや。おきに、西成功寺、1月あちがわ、2月1日、最後の放送でした。兄ちゃん出てくるかもわからんけど、ほな、おきに。